この画面上のみで利益が39万1千なんです。どこか分かりますか？はい、どうも、バイナリー投資塾の陽介です。今回はですね、陽介直伝、あなたのお悩みを現役プロトレーダーが解決させます。1分専用の最強の手法となります。たったの1万円が一瞬で650万円に化けた手法になりますので、必ず最後までご覧ください。これ650万も稼げるって言われたら本当なのとか、どうせ難しいんでしょっていう風に思いますよね。安心してください。使用したのはシンプルなインジケーターのみになります。じゃあこれイメージがねしやすいように、実際のちょっと画面見ていきましょうか。どうでしょう、これね、今ちょっとモザイクインジケーターにかかってると思うんですけど、たった2つのインジケーターしか使ってないんですよ。これパッと見ただけでもめちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。じゃあどうしてねこれだけ稼いでいくことができるのか、まあちょっと核となる部分なんですけど、まずエントリーポイントの多さなんです。結局チャンスがたくさんあるっていうことなんですね。かつマーチンは一切行いません。そして高い勝率をキープすることができるので、かなりの収益が見込めるんです。そしてなんて1分取引に特化させた手法なので、どんなに時間がないっていう方でも収益化させることができるんです。ただですよ、その分設定数値がかなり重要になってくるので、くれぐれも間違った設定をしないよう、この動画を必ず最後まで見ることをお勧めします。それではね、早速やっていきたいなと思います。本編スタート。はい、そうしましたらね、実際にチャート画面を通して解説をしていきたいなと思います。で、今回使っていく手法に関しては1分足専用となります。なのでまずね、こちらのチャート画面開いていただいて、こちらを M1 と設定をしてください。でこれね、 M5、M15、M30 となってるんですが、それぞれ時間足をね表してくれてます。で、何の時間足かって言ったら、ロース価値が1本形成されるのにどのくらいの時間を要するかっていうところがここで選択できます。つまりじゃあこれを5分足でね使っていくってなれば、これを M5 と設定するだけなので、今回はこちらを M1 で設定をしてください。その上でインジケーターの挿入をしていきたいと思います。で、今回使っていくインジケーターは全部で2つあります。移動平均線とパラボリック SR、 こちらの2つを使っていきます。で、まず移動平均線の方から挿入していきましょう。まずこちらの挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずこちらのパラメータのところで期間を10、移動平均の種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。今回移動平均線ね3本使っていきますので、まあ、期間をねそれぞれ変えていただいて、ここのスタイル、まあ色もね区別がつくように設定しておいてください。で、この期間が10に関しては短期線となります。じゃあこの黄色の線は何かっていうと、中期線ですね。期間が30、移動平均の種別がシンプル、適用価格はクローズとなります。で、色はねゴールドを使っていきます。じゃあ最後このピンク色の線、これがねまあ長期線となります。まあ、期間が50で種別がシンプル、適用価格はクローズですね。で、色はピンク色を使っていきます。で、まあ最初だけねこの挿入のところからまあ解説したんですけども、まあ、後の中期線だったり長期線に関してもこちらの挿入から設定ができます。で、それぞれのね設定数値入力できましたら OK ボタンを押していきましょう。では続きましてこちら、まあこの点々ね、ドット、この紫のドットがパラボリック SR となりますので、こちらを挿入していきたいと思います。まずこちらの挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらパラボリック SR ですね、こちらを選択してください。で、そうするとこのような設定画面が表示されてます。で、これ今モザイクがかかってると思うんですね。で、今回このパラボリック SR の設定数値に関しましては、動画を最後まで見てくれた方のみにお伝えしていきます。まあ、言っちゃえばここのね設定数値非常に重要になってくるので、まあ、必ずね見逃さないように見ておいてください。で、設定値入手できましたら OK ボタンを押していきましょう。で、これでね設定は完了しました。まずはハイエントリーの条件からやっていきたいと思います。で、条件としては全部で3つですね。まず移動平均線が右肩上がりのパーフェクトオーダーを形成していることを確認してください。そして2つ目、ロウソク足が真ん中の移動平均線に対して上から下に実体が触れたタイミング。で、最後パラボリック SR がロウソク足の下を推移していることですね。以上の3点を確認したら次なしで半エントリーとなります。まあ、ちょっとねこれチャート画面でちょっと確認していきたいなと思うんですけど、実際ね条件満たしているのがこちらになります。まあ、おさらいも兼ねてねちょっと解説するんですけども、まず最初にこの移動平均線見ていただいて、右肩上がりのパーフェクトオーダーですね、この水色の線が短期で黄色の線が中期、
で、このピンク色の線がね、まあ長期なんですけども、上から順に短期、中期、長期と綺麗に並んでる状態を上昇のパーフェクトオーダーと言います。で、右肩上がりの、まあ、上昇のパーフェクトオーダーね、こういった局面をまず探すようにしてください。で、これがしっかりとね確認できたら、ローソク足見ていただいて、この真ん中の移動平均線、この中期のね移動平均線に対して上から下に実体が触れたタイミング、下から上にね触れるだったりとか、ただ触れればいいってわけじゃありません。しっかりとこの上から下に到達していることを確認してください。で、最後パラボリック SR がローソク足の下を推移していることですね。以上の3点を確認した次なしで半エントリーとなります。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で、続いてねローエントリーの条件やっていくんですけども、その後に勝率維持に必要不可欠な情報、これをねお伝えしていこうと思ってるので、絶対に聞き逃さないようにお願いします。はい、そうしましたらこちらですね、こちらがローエントリーのポイントになります。まず移動平均線が右肩下がりのパーフェクトオーダーを形成していることを確認してください。で、次にローソク足が真ん中の中期の移動平均線に対して下から上に実体が触れたタイミング、で、最後パラボリック SR がローソク足の上を推移していることですね。以上の3点を確認した次なしローエントリーとなります。まあこちらもね実際にチャート画面見ながらやっていきたいと思うんですが、ここです。こちらがローエントリーのね条件が一致したポイントになります。まず最初に移動平均線が右肩下がりのパーフェクトオーダーですね、下降のパーフェクトオーダーをちょっと探してもらいたいんですけど、上から順に長期、中期、短期、まあさっきの本当逆です。半エントリーのね、まあ、上昇のパーフェクトオーダーの逆になるんですけども、この下降のねまずパーフェクトオーダーを探してください。で、次にローソク足ね見ていただいて、真ん中の中期の移動平均線ね、この黄色の線に対して下から上に触れたタイミング、さっきはね上から下で、まあ半エントリーのね条件だったんですけども、今度は逆です。下から上にしっかりとね実体が触れたことを確認してください。で、最後パラボリック SR がローソク足に対して上を推移していることですね、まあ、上にドットが表示されていることです。まあそれらのね全ての条件を確認した上で次なしでローエントリーとなります。そうするとこのようにね陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。それではねここで大事なワンポイントアドバイスです。で、まあ今回のねちょっと手法なんですけど、日本時間の午前4時から使うのがおすすめです。で、これ別にね適当に言ってるわけじゃなくて、このねおすすめしてる理由なんですけども、FX 市場にじゃあ特定の取引所っていうのが存在しないんですね。まあそれこそ決まった取引時間っていうのがなくて、基本的に週末を除いた24時間取引が可能なんですよ。で、まあ言っちゃえばねこれが大きなね特徴になるかなと思うんですけど、取引時間による値動きの特性を理解するってことはすごく重要です。じゃあそもそもなぜじゃあ今回の人がこの午後ね4時からがトレードに適してるか、これまあちょっと簡単にちょっと説明するんですけども、日本時間の午後5時から翌日のじゃあ午前1時の間ね、これロンドン時間って呼ばれてるんですね。まあ世界最大の取引量を誇るロンドン市場が開いて、じゃあ欧州のねトレーダーが市場のメインプレイヤーとなります。で、これ世界最大と呼ばれるロンドンのねこの FX 市場を中心に、じゃあ主にじゃあユーロだったり、まあポンドとかの欧州通貨ペアっていうのが活発に取引されます。しかしドイツだったりスイス、まあアーリーロンドンとかね呼ばれるじゃあトレーダーたちっていうのが、ロンドンのねこの時間帯よりも1時間ほど前早くトレードを開始して、じゃあ相場の方向性っていうのを伺いながら大量の資金を投入し始めます。そしてじゃあ午後4時からのねだいたい1、2時間ぐらいは本当取引量っていうのが急に活発になるんですよ。まあどちらかっていうと、じゃあ強い方向感がねまあ現れてくるような時間帯なんです。で、まあ東京時間とは全くね逆の値動きになるってこともしばしあります。そしてその時間がね過ぎたじゃあ午後の7時から午後の9時の間っていうのは比較的落ち着いたトレンド相場ってなるんですよ。じゃあチャートがまあゆっくりね一方向に伸びていくような本当緩やかな時間帯に入ります。で、その後ニューヨーク市場が開く午後10時くらいから、まあロンドンフィキシングって呼ばれたりするんですけど、まあ午前のね1時の間に向けて市場参加者が一気に増加してトレンド全体が本格化していきます。つまりボラティリティが大きくなるんですよ。一方向に強く伸びてトレンドが形成される可能性が高くなるってことなんですね。そして今回の市場のおすすめ通貨なんですが、欧州通貨とオセアニア通貨の組み合わせがおすすめです。例えば、まあ、この辺りの通貨ですね、
まあ、今ねこれ画面にちょっと表示されてるかなと思うんですけど、まあ、この大体じゃあ4つの通貨ペアっていうのはかなりおすすめです。ただ別にそれ以外の通貨ペアが使えないかって言われたらそうじゃないんですよ。まあ、今回ね解説してるのが一番ポピュラーな通貨でもある USDJPY、 まあ言っちゃえばドル円なんですよ。結局ドル円でもそれなりにまあ期待値はね取れてるっていうところで、まああえてちょっとこれドル円で解説してるんですが、先ほど伝えた4つのね通貨ペアとか活用していただくとさらに堅実にね進めていけるんじゃないかなと思います。まあ、こういった欧州通貨とじゃあオセアニア系のね通貨の組み合わせ、ゆっくりとトレンドが発生するっていう傾向がやっぱあるんですよ。まあ、それとねパラボリック SR がじゃあ機能しやすい通貨ペアっていうこともあるので、こちらをね本当になんか参考にしていただきたいなと思います。で今からこちらのね手法を使ってリアルタイムでエントリーしていくので、じゃあどういった部分でエントリーをすればいいのか、これを把握するためにもしっかりと最後まで見ていただきたいなと思います。その後に今回ね非常に大事になってくるパラボリック SR の設定値、これをお伝えしていこうと思っているので絶対に聞き逃さないでください。ではねちょっとやっていきましょうか。画面を切り替えたいと思います。はい、そうしましたらそろそろエントリーポイントが来そうですね。はい、そしたらまあ10万円でね半エントリーを1本だけ行いました。で GBPJPY ですね。でまあこの右側ねチャート画面見ていただいてしっかりと条件が一致してたので半エントリーを1本だけかけました。まずはねこちらの結果を見ていきましょう。はい、そうしましたらねしっかりと陽線形成されてますので勝つことができています。で今回ね10万円でエントリーを行っておりますので9万円の利益の獲得となります。そしたらしっかりとね勝つことできてましたね。したらまあ本当皆さんねお待ちかねかと思うのでちょっと発表していくんですけども、パラボリック SR の設定値ですね、設定値はこちらになります。こちらのステップが 0.018 で上限が 0.18 となります。で色は本当に好きなもので構いません。まあ、僕ね結構紫好きだったりするので、まあ、紫色でね設定してるんですけども、まあ赤色だったりとかね青色だったり、まあこれねお好きなもので構いませんので、こちらの数値はしっかりとまあ間違いないに設定してください。はい、そしたらまあ一通りね準備が整えられたんじゃないかなと思うので最後にそれを踏まえた上でローエントリーしていこうと思うので一緒にちょっと確認していきましょう。はい、そうしましたら EURJPY ですね、ちょっとこちらではい条件が揃いましたので10万円でローエントリーを1本だけ行いました。でまあ移動平均線もねパラボリック SR もしっかりと条件一致したのが確認できたので1本だけねローエントリーを行いましたので、まずはねこのまま結果を見ていきましょう。はい、そうしましたらもう圧勝ですね。まあもう本当大きなね大陰線が形成されているので、まあ本当にしっかりとね勝つことができています。で今回10万円で、ね、エントリーを行っておりますので9万円の利益の獲得となります。はい、そしたらねこちらもしっかり勝つことできてましたね。でここまでねしっかりと見てくれた方はこの主張の勝率の高さ、まあエントリーのしやすさっていうのは十分に理解してもらえたんじゃないかなと思います。では今回のね解説はこちらで以上となります。で今回は移動平均線とパラボリック SR を使った手法を、まあ、紹介してきたんですけども、先生どうでしたか。じゃあこの動画が良かったよと思われた方はぜひね高評価とチャンネル登録をお願いします。また概要欄に僕の LINE 貼っておきます。まあ無料でね有益な情報、まあお伝えしてるっていうだけじゃなくて質問なんかも受け付けてます。まあご自身の取引がより有利にね持っていけるようにまだ登録をしてないっていう方はぜひしといてください。ではね次回以降も簡単に稼げる手法をどんどん紹介していきますので楽しみにお待ちください。それではね今回は以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。